新十津川駅は、北海道カバト郡新十津川町あざ中央にあった、北海道旅客鉄道札沼線の駅である。札沼線の区間廃止に伴い、2020年5月7日に廃駅となった。なお、新型コロナウイルス感染症の影響で、実際の最終列車の運行は、同年4月17日である。かつて、留萌本線石狩沼田駅までの路線だった。 殺傷線の東駅石狩沼田間が1972年に廃止されて以降、同線の終着駅だった。2016年3月26日のダイヤ改正により、東駅浦薄駅間が一往復のみの運転となり、東駅を発車する列車が午前9時40分の1本のみとなったことで、日本一周発列車の早い駅となった。 2018年3月17日のダイヤ改正で出発が20分繰り下がり午前10時となってからも引き続き日本一周発列車の早い駅となっていたかつて午前と夕方の日本は札幌駅まで直通していたが2012年10月のダイヤ改正までに全て石狩東別駅行きとなった2011年2月9日に駅の隣にある 空地中央病院が駅ノートを設置し記載された内容を病院の公式ウェブサイトで公開していた。駅ノートの表紙には記入した内容がウェブサイトに掲載されることが明記されていた。2011年7月から2020年4月17日の最終運行まで、雨天時を除き空地中央病院に併設されている保育所の園児が 列車の送迎を毎日行っていた。1977年の新戸津川駅と、周囲約750メートル範囲。下が、札幌方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成帳名から。旧駅名の中徳富は、地域名の徳富に、石狩川を基準にして中流にあることから、 中を監視した。なお、新十津川への解消後、新設された隣駅が、中徳富を名乗った。1975年には、中空地広域圏の開発促進と、石狩湾振興建設を焦点とする、貨物輸送による新しい物流ルート開発を、大義として、新十津川駅から滝川駅へ路線を直結して、根室本線に乗り入れようという動きが起こり、 滝川市、新十津川町、浦臼町、月形町、東別町の沿線各市町も実現を期すとして、規制会も設立された。だが、当時の国鉄が、石狩川の佳境に、巨額の費用がかかることから、あまり積極的でなかったこともあり進展しなかった。その後、1990年7月の殺傷戦、整備促進規制会にて石狩川への2本の、 橋梁建設や高速道開通による道路状況の改善で鉄道新線の必要性が低くなったことを理由に滝川駅への延伸計画が断念されている。また、2017年7月に当時バス転換が検討されていた同線延線4町長の意見交換会が行われた際、東別町の宮司、正武町長が当駅から滝川駅まで 路線を延伸することを提案したことがあるが、町長の間で意見は一致しなかった。2020年5月の薩沼線北海道医療大学駅東駅間の廃線後、東駅跡地や線路跡地は新十津川町に無償状とされる。駅舎は2020年10月10日に閉鎖され、廃線後も業務を継続していた駅舎内の観光営業所も閉鎖となる。 同日には当駅の開業89周年記念イベントが実施され、北海道医療大学駅当駅間の最終列車に取り付けられる予定だったヘッドマークの寄贈などが行われた。なお、駅舎は2021年度中に開拓予定である。当駅跡地は市街地の分断解消、交通アクセスの改善、子ども高齢者、周辺住民の憩い、交流の場、 市街地周遊の滞留拠点、終着駅の記憶と風景の継承、観光、文化施設のネットワーク拠点とすることを基本方針とし、線路で分断されている地域をつなぐ道路の新設、駅舎の跡地整備などが行われる予定である。廃止後、駅舎内や新戸塚川町役場などの4カ所にて、全国から280枚の見送り写真をまとめたポスターが掲示されている。 なお、2021年5月に新庁舎への建て替えが行われる新戸津川町役場の庁舎南側前提には、当駅のプラットホームが再現される予定である。単式ホーム一面一線を有していた地上駅。石狩東別駅が管理していた無人駅だが、旧大面窓口部分を観光案内所としており、地域おこし協力隊員が記念グッズや、 DVD などを販売していたほか、入場券を発売していたが、2019年9月30日をもって発売を終了した。自動券売機の設置はない。2019年3月時点での観光案内所の営業時間は9時12時、休業日は年末年始。1953年地区の木造の駅舎は正方形に近い形をしている。以前は、 正面から見て、長方形のような形をしていたが、無人化後、左半分が取り壊されて、現在の形になった。2020年5月7日の北海道、医療大学駅と大駅間の廃止にあたって、同日未明に、ホームに設置されていた、駅名表及び駅舎に掲げていた、駅名板が撤去された。新戸津川町の中心地に位置するものの、 駅舎はガス会社の敷地脇の奥まった場所にあった。石狩川を挟んだ対岸に位置する滝川駅までは 4.3km ほどの場所にあり、工述する路線バスでも行き来が可能。2017年から2018年にかけ、毎週土曜、日曜に駅ホームで乗降客を出迎えた、町の団体職員の飼い犬である柴犬。元は、 箱館保健所に保護された犬で、2017年1月に、認定 NPO 法人、北海道尻尾の会による保護を経て、うりゅう町の団体職員が引き取った。同年4月に、飼い主が駅での貢献切符販売イベントに、ララを連れて訪れた際に、鉄道ファンがララに、駅員の帽子を被せた写真をインスタグラムに、投稿したところインターネット上で話題となったのを、きっかけに、 西を制服姿での出迎えをはじめ、駅長の愛称で親しまれるようになった。人気の広がりを受けて2017年9月16日には、北海道尻尾の会と北海道、日本ハムファイターズの共同企画の一環として、札幌ドームのグラウンドに登場し、日本テレビ、天才、志村動物園でも、駅で出迎える様子が紹介された。 2018年3月17日には、ダイヤ改正に伴い停車時間が延長されたのを、記念し新都塚川町役場からララと飼い主に、感謝状が送られた。2018年7月8日をもって、高齢であることから、体調管理のために、駅長券、ララとしての定期的な、出勤を終了した。それ以降は、 イベント時を中心に活動しており、2020年4月17日に行われた北海道医療大学駅当駅間のラストランにおいては最終列車の見送りを行った。2020年6月6日夜に、ララは老衰のため死んだ。推定14歳。死去後、同年6月8日に新十津川町観光協会が駅舎内にララのメモリアルコーナーを設置した。 ありがとうございます。